歌いトリップ能楽会談かーかー。今回は定価というお話です。冬の初めに北国のお坊さんたちが京都へやってきたそうです。そのお坊さんたちが京都の千本に差し掛かった頃、しぐれが降ってきたんです。雨が降る中、近くにあった立派な東屋にお坊さんたち集まって雨宿りをしていたそうです。そうすると里の女が一人そこにやってきて、今お坊さんたちが雨宿りをしているのは藤原の定家の建てたしぐれの鎮と言われる東屋ですと教えてくれました。藤原の定家、この男の人は当時の歌の名手、歌を作るのが非常に上手な歌人だったんです。雨が降るとこのしぐれの鎮がやってきて雨の歌を詠んだんでしょうね。ほどなくしてその里女は近くのお墓にお坊さんたちを案内しました。そのお墓は食しない親王のお墓ということなんですが、その石塔はツタカズラが這いまとわって今にもその石塔は見えなくなりそうな感じぐらいに、そのツタカズラが這いまとわっていたそうです。食しない親王というのはお母さんの位がそれほど高い人ではなかったんですが、とにかく歌が上手でした。そこを買われてぐんぐん出世した三宅のお姫様だったんです。食しない親王と藤原の定家、この二人は実は禁断の恋の関係でもありました。この許されない二人の禁断の恋は一般大衆の間にその噂話が広がるのは時間の問題でした。知られてしまった以上、この二人は会うことすら叶わない関係になってしまったそうです。そんな生活が続く中、食しない親王はこの世を去りました。残された定家は親王のことを思って思いがどんどん募っていったんですね。定家が亡くなった後、親王のお墓にはツタカズラが這いまとわって、定家の死由心がこのツタカズラになったんだということになり、定家カズラという名前がついたそうです。その里女はこの定家の弔いをぜひお坊さんたちにやってほしいというふうにお願いしたそうです。そんな昔の、そんな秘密の話を昨日のように話すこの里女に不信感を抱いたお坊さんたちは、その里女に正体を問いただします。その里女は、私は
食しない親王の亡霊です。今定家と二人で邪因地獄に落ちて、愛欲むき出しのこの地獄の中で、定家かずらによって自分はがんじがらめに縛られて地獄に落ちています。どうかお坊さんたちの祈りの力を使って、この定家の呪縛から私を自由にしてくださいというお願いがあったそうです。そしてその里女は石塔の中に消え入るように姿が失せたそうです。お坊さんたちはその京都の千本の地元の男の人にこの二人の間柄の話を聞くことができました。お坊さんたちはお経を唱えてこの二人の弔いを始めたそうです。そうするとその石塔の中から悲しげな女の声がしてきたそうです。その声がいつしか形となり、ありし日の食しない親王の姿がその石塔の中から現れたそうです。親王はお坊さんたちの弔いによって定家の呪縛が徐々に徐々にほどけて、やっと自由の身になれそうです。そして法恩の舞、お坊さんたちに自分が自由になって呪縛から解き放たれたありがたい舞をお坊さんたちの前で待っていきます。最初のうちはまだその呪縛が強いのでなかなか動くことができないんですが、徐々に手足が自由になり、華やかな舞になっていきました。その舞が佳境に差し掛かって、親王はふと自分の姿がやつれ果てているということに気づきます。自分は自由の身になってさあ成仏できるという段まで行ったんですが、足はそのお墓の中、定家との愛欲地獄の方へ向いてしまうんですね。親王の姿はその石塔の中に消えて、ほどきかけていたこの定家かずらが前にも増して石塔を包み込んで、この二人は地獄へ戻っていったというお話です。地獄の亡者にとって自由の身になって成仏できるというこの最高のシチュエーションを捨ててまでも、自らその愛欲の自覚へ帰っていく、人の心の弱さ、脆さっていったものが浮き彫りになっている曲なんですね。地獄の亡者が出てきて舞を舞っていく、恐ろしい舞なんですけども、この定家という曲はそれはとても美しいんです。